さあもう時間もあれなんだけども、今回はまたこの間のニートの男の話の続きだ。また来てもらったんだけども、また来る、またちょっとインタビューをしたいと思う。ハリー、よく来たな。あれ、あれからちょっと表情明るいんじゃないのか。軽くはないです。で、まあこの間の続きなんだけどな、はい、話の続き、まあ、まあ300万も持ってんだろお前、はい、まあ、いつもよお前、あとお前いつもキャバクラ行けばいいんだよキャバクラよ。まあ彼女いんのか。彼女いや、ない。あ、いないだろ。300万あんなら、あのキャバクラとかお前いろいろあるじゃねえか、夜の遊びを、はい、教えてか俺が。お願いします。いろいろあるからよお前、女遊び。そうすると治るぜ。ニートだって治るぜ。いろんな人と会話できるからね。あ、なんだよ。今日土産を持ってきたんですけど。土産？はい。俺に土産ってのはそんないいけどな。なんだ。お。ブラジャーじゃねえかよこれ。染み付きか。おお、いいじゃねえかお前。嘘かよバカ野郎、この野郎。そしてなんパンチ、パンチ、パンチじゃねえかよこれ。好きなんですか。好きだよお前。よろしく頼むよお前。ほんでどうなんだ今回はお前。とりあえずな、夜の遊び今日からといって行ってみたらいいんじゃないか。そうですね。別にお前やったって楽しいだろお前。結構29では若いんだからよお前よ。俺お前、お前より年下なんだよバカ野郎、この野郎。俺はそれで立ち直ったな、うん、人間やっぱり遊ばなきゃやっぱりおかしくなっちまうだろ。あ、お前今日から風俗キャバクラ、お前あの300万あったらお前東京のお前あの吉原でお前高級ソープでお前セックスできるよお前。あ、いけるよお前、いけよこの野郎。それでなんかまだ悩みが尽きないみたいだから、何なんだ相談は。よ、あ、これって言って相談ないけど、まあ、あとまあ質問題があって。なんだよ、なんだ。ああ、お金の方なんですけど、うん、ほとんどそのお金は何使ってるかっていうと、うん、まあちょっと時間分をちょっとやってまして。何何？ギャンブルはちょっとパチンコ。バカ野郎お前、毎月300万あったらパチンコが使わなくていいじゃねえかよバカ野郎。ハマってんのか。はい。ショットか。ええ、バカだなてめえは。そんなやつかな、お前キャバクラとかお前そっちの方がいいだろう。気も晴れるよお前。そうですかね。早がるぜ。家、まあ金持ちだったらお前は家を出た方がいいな。うん、金があるんだろうな。家出てお前都内で働いた方がいいんじゃないのか。こんな俺が言うのもなんなんだけどよ。またさ、毎回
やってるんですか。何何やってるんですか。毎日お前寝てるよこの野郎。だって俺無職だもん。永遠のフリーターだよ。いいからニートだバカ野郎。こんな俺に相談してどうすんだよバカ野郎。それだけの人生経験が少し豊富なわけだよ。よろしく頼むよ。ロックンロールだからよろしく頼むよ。なんか勇気が湧いてきました。あ、ギャンブルやめます。やめる。はい。いいんじゃないの。少しやってみたいと思います。そうだ、少しずつお前何かできることやれ、一つ一つやればいいんじゃないのか。じゃあやった。頑張れ若者にプイーチプイーチ。やだな。どうも、またパンティありがとう。